たグループは、インド西部、マハーラ・アシュトラ州の州都ムンバイを拠点とするインドの企業グループである。ビルラ、リライアンスと並び、インド三大財閥の一つであり、サブグループに分かれていない、単一の財閥としては、インド最大である。インドにおける産業や商業に幅広く関与しており、ほとんどの領域で上位の勢力になっている。現在、会長職は、 ナタラジャン・チャンドラセ・カラムが務めている。厚生企業100社以上。車、鉄、IT、電力で売り上げの8割を占める。インド最大の財閥であり、ペルシア一帯からインドに渡ってきたパールシーの子孫であるジャムシェトジータタが、1868年にボンベイで設立した綿貿易会社をその始まりとする。1870年代には綿貿易工場を建てて、 インド有数の民族資本家となった。彼は大きな製鉄所、世界的な教育機関、大ホテル、水力発電所をインドに建設することを夢みたが、そのうち生前に実現したのは1903年に建てられたタージマハルホテルのみであった。しかし彼の残した構想は、タタスチール、インドリカ大学院、タージホテルズリゾーツパレス、タタパワーとして結実した。 彼の後継者らは、植民地下において、また独立後のインドにおいて次々と行用を拡大した。経済界だけではなく、政治的にも大きな影響力を持ち、綿棒石、鉄鋼、電力、金融、不動産、自動車食品、レジャー、通信、IT、小売持ち株会社タタサンズ、タタインダストリーズを通して、 7つの本業セクターで91の会社を経営している。ナノタタティー主なグループ企業には、自動車メーカーのタタモーターズ、製鉄会社のタタスチール、電力会社のタタパワー、ソフトウェア会社のタタコンサルタンシーサービシズ、紅茶を製造、販売するタタティーなどがある。2006年の連結売上高は288億ドルで、あり、インドの GDP の 約3.2%に相当した。従業員数は2006年時点で約29万人。タタグループは積極的な M&A で事業分野や規模拡大を進めている。グループ中核企業の一つ、タタスチールは2007年に素行生産業世界第8位の鉄鋼メーカーであったコーラス社を買収して世界第5位相当の規模に成長した。他に 参加のインド最大手のタタ自動車は約27万円の超低価格自動車ナノを2009年に発売し2008年6月にはベイフォードモーター参加だった A 高級車ブランドのジャガーとランドローバーブランドをベイフォードモーターから23億ドルで買収しているまたタタグループの移動体通信事業者であるタタテレサービシズリミテッドは2009年に NTT ドコモより約2500億死を受け、タタドコモとして事業を行ったが、2014年に保有株式をすべて売却し、690億円の赤字を計上した。タタコミュニケーションズは2012年から2019年までフォーミュラ1のザスポーツ S コネクティビティパートナーとしてスポンサーを務めた。科学一般消費者向け製品エネルギー工業。 情報通信サービス鉄鋼タタグループの企業倫理は厳しく汚職の多いインドにあっては異色であり日本企業など海外の企業がインドに進出する際にタタグループを提携先に選ぶ要因になっている。またパールシーの一族が経営してきたためカースト制度とも無縁で実力主義を貫き優れた人材を出事を問わず抜擢してきた。 社会貢献や労働者への適正な待遇も特徴で、タタスチールの工場のあるジャムシェードプルでのあらゆる公共サービスの提供、1912年のタタスチール工場設立以来の8時間労働制、採用、インド国内での財団の社会福祉事業など、その方針は古く、分野も多岐にわたる。こうしたことからスチールをはじめとしたタタグループは政府による国有化を 住民の反対運動で免れ、左翼ゲリラの攻撃の対象にもならずに来た。一部の調査では2009年には世界で11番目に評判の良い企業とされた。教育、健康、コミュニティ発展などの分野で社会貢献活動を行っており、奨学金の設立、タージマハルホテル建築なども行っている。また8時間労働制、無料治療制、有給休暇制、 自己保障制などを導入し、インドの産業界にも影響を与えた。複数の事前団体が持ち株会社、タタサンズの株式の66%を所有し、事前事業と各社の統制、相続税負担の免除をしている。ありがとうございます。